もうお前ら押すなよ押すなよ状態だね、おいったらなるほどね。俺たちいつかやる広介社長副社長というわけで今回はですね、うん、歴史上の中にありましたやっちまったやらかした戦争や戦いをお話ししていただこうかなと思っております。はい、好きだからみんな。まあ好きだよね。なんか何か人がミスんの好きだよね。結構語弊が出るけど、そう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 。まあわかるわ。というわけで誰からいきますか。はい、というわけで社長でございます。はい、はい、ありがとうございます。私が紹介するのはですね、1998年から起きましたコソボ紛争という、はい、現代の戦いの中で起きたやっちゃった事件です。聞いたことあるわ。まあそれは歴史の教科書にも出てくるからな。聞いたことあるわ。まあこのコソボ紛争って何かっていうと、まあ要は早梨がユーゴスラビアの中でコソボの地域の人たちが独立を掲げようとしたんですけども、うん、でそれをこうユーゴスラビアとかセルビアの警察とかがガッと、本当つまりもう虐殺に近いような押さえつけ方をしてたと。はいはい、これは許せないぞということでアメリカ率いる NATO 軍が、まあ、要はそのユーゴスラビアに対して攻撃を行った。これがコソボ紛争なんですけども、うん、その中でアメリカはアライドフォース作戦というのをやりまして、うん、これは何かというとユーゴスラビアの軍基地に向けて大量に爆撃を行うという。でまあいつもねもうバカみたく爆撃してって、うん、もうこれどうだざまみろみたいなことをやってたんですよ。でそんなある日1999年の5月、いつものように行ってこい爆撃っつってこう飛ばしたんですよ。はいはい、そしたらその爆撃が間違った場所を爆撃してしまったんですよ。うーん、じゃあこれどこを爆撃したかって言ったら、うん、なんと中国の大使館爆撃したんですよ。やばいやばいやばい。で当時あのねこの中国っていうのは NATO 軍の敵側の味方をしてたんですね。うん、でかつアメリカと中国もちょっと台湾関係でピリついてた時期なんですよ。やばいね。もうこれしかもお互い核持っている国同士です。はいはい、こうなったらもう核兵器一歩手前までぐらいまでグーッとなるんですけども、まあ、ギリギリのところでクリントンが謝って、大統領ですねが謝って事なきを得たんですけども、中国人はもうさすがに我慢ができないってことで中国の中にあるマクドナルドを10店舗も破壊するっていう。なんだよとんでもない、まあ、大使館一つのイコールイコールマクドナルド10店舗だった。そうそれぐらいだった。そうそう、しかもこれ死者が出てるからね、この爆撃には。あ、まあでもなんとか戦争を回避してクリントンが謝って終わったかと思いきや、実はこれちょっとした裏があって、実はこのアルドフォース作戦の最中に F-117 ナイトフォークっていう世界初のステルス爆撃機が撃墜された事件があったんですよ。はい、はい、でその、まあ、破片がね散らばった破片の一部が中国の大使館の中に搬入されていたっていうのが実は後々分かったんですね。はい、で、はい、そこで当時最先端の技術を相手に渡したくなかったアメリカは誤爆と偽って実は中国の大使館を爆撃したっていうのが後々バレたんです。うわー、アメリカさん隠蔽しようとしたと。隠蔽しようとしたと、むやむやで。そうですそうですそうです。まあ当然裏のそのもっと後ろの方では政治的なやり取りはあったかもしれませんが、うん、まあだからつまりアメリカは誤爆と称してやっちゃいました、ごめんね、でもあなたの中国大使館セルビア軍の軍基地と似てたからねっていうので無理やり押し通したんですよ。その日の爆撃を指令した CIAの人間がいるんですけども、そいつはこの事件をきっかけに、まあ、クビになっちゃうんですよ。うん、でこいつがいろんな情報を持ってるかと思いきやこいつ暗殺されちゃうんですよ。ああ口封じみたいな、口封じみたいになっちゃう。まあまあ真相は分からないけど、真相は分からないけど、だから一応表向きにはアメリカ軍が中国大使館を誤爆したっていうちょっとした裏があるやっちまった事件だったってわけでございました。プロスケでございます。はい、ピッ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 。私は、幕末の、いったらもう明治の初めですね。うん、はい。新政府軍と旧幕軍が戦う、うん、はい、戦いでございます。はい。はい、その時にね、宮古湾海戦っていう戦いがあったわけなんですよ。はい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 、はい。まあ、どういうことかっていうと、まあ、最終的に旧幕軍は、蝦夷地を、いったら影響下に置いて、函館政権っていうのを作るわけなんですよ。はい。はい、その時ね、海王丸っていうすごい強い軍艦があったんですけども、うんうんうん、これが江差の戦いっていうので壊れちゃって、はい。津軽海峡の制海権を守れなくなっちゃったんですよ。はい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 、はい、やべえと。その時に新政軍がアメリカからストーンウォール・ジャクソン号って船をいったら買っちゃったわけなんですね。なるほど、強い船を、はい、逆転したわけだ。そしたらエルモたちはこれやべえぞと、おう、はい、もうこのまま流れ込んでくると蝦夷地に、はいはい、どうしようかって考えた末、うん、はい、もう心を消えました。はい、ストーンウォール・ジャクソン号奪えばいいじゃないかと。おいおいおい、もう盗んだろうと。それが宮古湾海戦っていうんですけども、まあこれがいい感じにやらかしてるわけですね。おいおいおい、宮古湾に、そのストーンウォール・ジャクソン号が配置されてる、うん、まあ他の船もあるんですけども、はいはいはい、
じゃあこれを、まあ、夜中にこう侵入して、うん、それ奪おうっていうことで、まあ、実行するわけです。すごいなんか、うん、意外となんかアナログな戦い方するんだけど、まあ、作戦としては、はい、まずアメリカの旗を掲げます、うん、はい、で近くに行ったらキューバ君の旗を掲げて一気に奇襲すると。なるほどなるほど。で3隻船あるから左右で囲って、うん、それで一気に乗り込んでいったらバッタバッタ倒して船を回収するっていうか、うん、パクってこうぜっていうやつなんですよ。はい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 、まあ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 わかるわ。まあいわば海賊みたいな作戦です。はいはいはい、うん、はい、でまあこうやって侵入するわけなんですけども、まあ3隻の船、はい、一隻は、まあ、波とか風が強かったから、まあ、流されちゃう。おー、迷子になった。はい、迷子になっちゃった。そして、もう一つは、エンジントラブルで、まあ、ついていけなくなっちゃった。まあ、ある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 。いわば、もう、一隻の船しかない。回転っていう船しかなかったわけよ。うん。そしたら、もう左右囲めないじゃん。うん。中止しないように、もう、至るどんどんの戦士でも行くしかねえと。ああ、もうそこに侍魂を感じてしまうわ。もう、引き返せなかった。もう、引き返せなかった。それで、ストーンウォール・ジャクソン号の船を見つけて、はい、それで一気にくっつけて、それで乗り込もうとしたわけです。うんうん、だけど、この時、自分の船が敵船の船の上に乗り上げる状態になっちゃったわけよ。おで、船首の方からしか乗り込めない、そういう状態だったわけですよ。はい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 。はい、で、その高さも生じちゃって、その高さっていうのが3メートルなんだよ。おー、結構あるぞ。もう、お前ら押すなよ、押すなよ、状態だね、置いたら。なるほどね。20人乗り込むつもりが、言ったら7人ぐらいしか乗れなかったわけです、そこに。もうボロボロですよ。うん、でも、やるっきゃねえって攻めるんだけども、そのストーンウォール・ジャクソン号の船には、ガトリング砲が乗ってあったんですよ。あら。もう、バン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 撃たれて、蜂のスレスは行ったら。もうこれ無理だ撤収っつって言ったら30分でボコボコされてる。奇襲にも何もなってないもんね。そもそも囲ってねえしね。うん、大前提が崩れてる。って言ったらその3隻の船もボロボロになって、うん、だ正解圏どころか船もほとんどなくなるっていう状態で、それ最終的にまあやられちゃうわけです。はい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 。実はこれ話の続きがありまして、はい、新政軍側としてはやっぱこの奇襲っていうのはあまりにも驚いたわけですよ。はいはいはい、うん、意外すぎるし、そんな攻撃してくるかと、はい、でその戦いになんと東郷平八郎が新政府軍側にいたわけなんですよ。なるほどね、はい、その戦いを見てもう意外こそ起死回生の秘訣っていうことで後世まで忘れずに取っといたわけです。なるほど、取っといたっていうのも変だけども、うん、大事にな。そうそうそう、まあ、その後東郷平八郎は日本海海戦、言ったら日露戦争で大活躍するわけじゃないですか、うん、はい、まあ、その采配はこの宮古湾海戦の経験を生かしたって本人は言ってるんです。なるほど、ね、はいはいはい、そこで学んだわけか。そこでヒントを得たわけなんですよ。はい、それが宮古湾海戦でございました。じゃあ最後副社長でございます。お願いします。まあ、アメリカ、はい、ストーンウォール・ジャクソンって来てるから、うん、まあ、今日は、まあ、知ってるかな、うん、アメリカ南北戦争のやらかしだよ。まあ、この南北戦争自体ですね、もう最初からやらかしてんだよ。まあまあまあ、まあ、この南北戦争何かというと、まあ、アメリカの内戦で、まあ、最終的にはですね、全部の参加人数合わせて400万人が、参加したと言われる、まあ、大規模な戦争。規模ですね。もう初期で言うと50万人動員してるのよ。はい、おお、すごい。ただ一番最初この追っ始まった時にアメリカにいた正規の軍人って1万6000人しかいなかったの、実は。少ないんだ。そう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 。まあ、ここで問題になってくるのが、兵士はまあ民衆からこう動員するからいいと、うん、はいはい、やっぱ指揮官が足んない。あー、とね、あ、南部はその上級指揮官はまあまだいたんだけど、南部も北部も部隊指揮官、あー、要はあの下士官っていうのが少なかった、うん、すぐさま教育しても間に合わないじゃんか、うんうん、だからもうそこら辺のやつを未任命すんだよ、うん、お前なんか村で人気者だったらしいな、よしやれみたいな感じで、そんなアバウトだったの。でもうあとはですね、戦場の最中もうその本を開いて勉強するやつもいっぱいいた。なるほど。あ、だからもう南北戦争の初期、まあ通じて全部そうなんだけど、わっちゃわちゃしてんだよ戦いが。でもう一つ足らないものがあって、北部は南部を追い詰めるためにアナコンダ作戦っていう戦略を立てるんだよ、はい、これ何かというと南部の沿岸沿いを要は海上封鎖する。あー、はいはい、なるほど。それで作戦で貿易をさせないと、うん、ただその時アメリカが持ってた、北部が持ってたその艦船の数って82隻しかなかったんだ。だから漁船とか商船とか民間船を全部動員して、うん、どうにかしてまあ揃えていったわけですよ、うん、まあ、やったのやった。やったの。一番最初歯抜けだったよ、もちろん。もうだろうね。でもそこはアメリカさ、まあ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 、一生懸命やるって。やっぱ西部の開拓民ですから、やつ。そうそうそう。全然準備できないで戦争始めてんだ。そう、始めてか、アメリカって大規模戦争を
その体験したことがなかったの。そのヨーロッパから遠いから、対外戦争の大規模な戦争をしたことないから、そんなでかい軍隊って必要なかった。だから民兵戦争だったの。で、まさか南北戦争今度大規模になると思ってなかったから、あと。でも、そういった中で、戦争の中でアメリカっていうのはもうどんどん物資やら、その人を動員してって、いわゆるですね、まあナポレオン戦争、7年戦争に見えてた総力戦の兆しっていったものがこの南北戦争で本格的に見え始めた。なるほど。それがまた第一次、第二次世界大戦につながっていくっていうことになる。まあ総力戦だもんね。そう。だから今強いアメリカも最初はこんなんだったんですよっていう話でございます。急成長だね、すごい。いやだから、もう南北戦争時にもうメキメキと。っていうかもう変わらざるを得なかった。あ、まあまあだろうね。まあ本当にもう人類はもうやっちゃったの繰り返しですから。そうだね。あ、まあ結果的にやっちゃったになっちゃったっていうのもあるけどね。まあまあまあ、まあ、そう最終的にはね。ということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますので、フォローよろしくお願いします。